今回の動画は新しく購入した2台のパソコン、 Surface ラップトップ第7世代 13.8 インチと MacBook Air M3 の比較動画になります。よく比較されるこの機種ですが、一体どんな結果になったのでしょうか。このチャンネルでは海外生活に役立つ情報などをアップしています。もしまだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、こちら昨日買ってきました。Surface ラップトップ第7世代 13.8 インチ、スナップドラゴン X プラス、16GB メモリ、512GB SSD 搭載モデルとなっています。色はこの箱と同じサファイアですね。もうとても綺麗な青色です。結構ね、この色に惹かれて買ったっていう部分もあります。一応ヨドバシカメラで買ってきたんですけどね、この箱のまま渡されました。透明なね、シュリンクで覆われてるかと思ったんですけども、このまま紙袋で渡されました。封印がね、してあるのでね、まあ、安心なんですけどね、まあ、ほんとまだ未開封ということがね、わかります。これ、開けていきたいと思います。多分これだろうな。はい。そしたら、開きますね。開きますね、これね。後ろが固定されてて、こういう風になってますね。これもちょっとおしゃれですね。はい。こちらが本体ですね。おお、軽いな。1.34kg ね、すごい軽いです。はい。下にですね、こういうのがあって、これ充電器ですね。はい。充電器です。はい。こんな充電器になってます。はい。コネクタはこんな感じなんですね。初めてのコネクタです。そして、はい、こちら。電源コードですね。で、これもなんか入ってそうだな。はい。中からね、保証書とかがね、出てきましたね。こんな感じでね、説明書もついています。あと、ここは、なんか入ってんのかと思ったら何も入ってないですね、この中ね。はい、空洞です。はい、はい、じゃあいよいよね、はい、こちらがものになります。これもね、開けていきたいと思います。いいんでしょうね。はい、はい、今箱から出しました。こんな感じです。すごいね、これね、綺麗な青なんですよね。やっぱりね、この色が一番人気だそうです。でね、店員さんも言ってました、これすごい売れてるということで。これよくわかりますね。なかなかこういう色ね、Mac でもないので、これはすごいいいなと思いました。はい。端子がですね、はい。まず左側から見ていきましょう。これイヤホンジャックですよね。はい。これが、USB の A タイプ。そして USB の C タイプがね、2つついています。イヤホンジャックはね、左側なんですね。はい。こちら。これがね、電源ですね。はい。はい。電源のソケット、さっきのこちらのタイプですね。はい、このタイプの電源が刺さるようになってますね、ここにね。はい、これもね、なんかマグネットでね、はい、入るようになってるので、これは楽ですね、刺すのがね。あ、これいいな。とね、箱も本体もものすごい綺麗です。はい、ちょっと中開けていきましょう。はい、今ね、起動しましたね。この画面がめちゃめちゃ綺麗です。これタッチスクリーンなので、これ指でもね、こうやってタッチすることができます。タッチパッドも、はい、こちらね、大きなね、MacBook Air と同じぐらいですか、もうちょっと大きいな、これすごい大きいのがついてるので、すごい反応もいいですね。押しやすいです。はい、今ね、更新プログラムチェックして立ち上げています。このキーボードもね、すごい押しやすいですね。はい、 13.8 インチなんですけども、まあ、そんなにね、狭いって感じがしないですね。はい、こちらですね、昨日購入してきた、MacBook Air ですね。はい、M3 です。本当に真っ白なね、はい、こんな高級感のある、ね、箱で来ました。 16GB ユニファイドメモリー、512GB SSD、M3 チップ搭載、13インチ MacBook Air ってなってます。これを多分外していくのかな、開けるのにね。これを外したら、はい。で、箱が開きました。これはね、本当に化粧箱みたいになってますね。はい、これも綺麗に取っておきたいと思います。これが本体ですね。はい。付属品かちょっと見ていきたいんですけども、はい、電源が変わりましたね。はい、MacBook 戻ったみたいですね、これね。
以前こうだったみたいなんですけども、 MacBook Air の M1 の時はね、本当にこの USB を差し込むタイプだったんですけど、まあ、今回からまたこのマグネット方式に戻ったみたいです。んで、あとはこちら説明書ですかね。はい、 MacBook Air とかね、こんな感じで Apple のシールも入ってます。はい、このまま入れときましょう。あとこちら、はい、よかった、電源ソケットがね、はい、ありました。はい、またこれもね、 MacBook Air の位置とね変わってますね。こんなねソケットになってます。で、2つ挿せるようになってます。あ、これ便利だな。はい、ソケットもこんな感じで、ね、このまま壁にねあるソケット挿して、ここから2つの電源取れるようになってます。これはねちょっと親切ですね、嬉しいですね。はい、こんな感じでね電源入ってました。はい、今本体持ってきましたね。はい、こんな感じになります。もうちっちゃいな、やっぱりね持ち運び便利ですよね。今回あの色がですね、前回シルバーで一番オーソドックスな色を選んだんですけども、ちょっとね3年使って少し飽きてきたので違う色にしてみました。はい、スペースグレーですね。はい、ちょっと、濃い銀ですね。はい、ポートの方を見ていきましょう。左側から、これ電源ですね、さっきの電源。そして USB ポートが2つあります。で、はい、右側にはね、はい、イヤホンジャックですね、はい、1つあります。はい、基本的にはね M1 と変わらない。この電源がねちょっとね変わって、まあ、2つあるのでこれ助かりますね。こっち M1 はねこの2つしかなかったので、1つ電源使うともう1つしかね使えなかったのでね、はい、電源以外に2つ使えるのは助かります。でちょっと開けていきましょう。あ、こんな感じで、おお、今電源つきましたね。はい、今ですね、こちら Surface の方ですね、ラップトップの方一応初期設定終わって立ち上げてみました。まあ、すごいね画面も綺麗ですね。はい、ここのねベゼルっていうんですかね、この枠もとても狭くて、ラップトップ自体はすごい、そんなに大きくないんですけどね、画面はとても大きく感じます。すごいねきめ細かい感じですね。でこのパッドもねすごい広くて、あの操作性がすごいいいです。はい、今ちょっとメモ開いてね適当に打ってみたいと思います。 Mac に比べるとちょっと高さのあるキーな感じがしますね。はい、こんな感じでね、はい、打撃感もいい感じにね打ってますって感じのパソコンですね。このパッドもなかなか使いやすいと思います。とにかくねこの画面がとても綺麗ですね。はい、あと色、はい、この色ね、キーボードのねこの色と、この躯体の色も合ってますよね。この色がなかったら多分これ買わなかったと思うんですけど、はい、一目惚れしましたね。 Mac の M3 ちょっとね外見比較していきたいと思います。まず大きさこんな感じですね、ほぼ一緒ですね。幅はねちょっとね Mac の方がね、はい、本当ねちょっとこここんな感じ、ちょっと Mac の方がねあの幅は長いです。高さに関してはですね、はい、 Windows の方が大きいです。はい、ここですね出てるの分かりますよね。で厚みに関しては、厚みはね Windows の方が厚いかな。真横から見たらこんな感じなんですけどね、はい、Windows の方が厚みが厚い感じがしますね。その代わりね先の方はねテーパーがかかってるので、はい、こうやってね細くなってます。ここがなので Mac はね一緒だと思うので、手前の方はね若干ですよ、もう Windows の方が薄い感じです。こちらはもうフラットですね。はい、Windows はちょっとテーパーがかかって先細りのデザインになってます。はい、なのでもうほぼ大きさは同じですね。あとポートに関してね、USB-C、 そして左側にイヤホンジャックがあります。そして右側に、電源ですね、Mac は左側に電源とUSB ですね。はい、あとこちらイヤホンですね。なので、はい、Windows はこちら、はい、USB のね、こちらが一つ余分についてる
感じですね。重さはねそんなに変わんないです。はい、画面の大きさちょっと比べてみますね。下の部分はね高さ的に同じなんですけども、Windows の方がねやっぱり、はい、大きいですね。上に大きい感じがしますね。幅はですねほぼ一緒かな。ベゼルも、まあ、若干 Windows の方が狭いですね。 1.5 ミリぐらいちっちゃいかな。なので躯体の幅もねそんな変わんないですけど、 Windows の方が画面は大きいですね。はい、ちょっとね YouTube のね画像を流して比べてみたいと思います。同じ今回は全国どこでも定額宿泊サービス次々について実際に30連泊のプランを利用した感想やメリット、また注意点についてまとめた動画です。はい、今度はねちょっとこっちの Windows の方ですね。今回は全国どこでも定額宿泊サービス次々について実際に30連泊のプランを利用した感想やメリット、また注意点についてまとめた動画です。スピーカーはねこの辺から音が聞こえますね。色的にはね結構いいんじゃないですかね。このサーフェスねマックスかな、結構ね明るい、こっちのなんか結構ね鮮やかな感じがしますね。はい、結構ねM3Mac に比べてこっちの方はね画面が高さそして幅もねちょっと広いですね。あとはねどれぐらいの性能とかに関しては後でゆっくりね調べていきたいと思います。一応ですね、こちらが Surface ラップトップ、そしてこちらが、Mac ですね、 MacBook Air M3 ですね。ベンチマークテストをしたのでどんな感じか見てみたいと思います。一応2つともねスペックは同じなんですよ。メモリーが 16GB で 512GB の SSD を積んでいます。クリスタルディスマークっていうねベンチマークをね計測するソフトが ありました。こちらね Windows バージョンですなんですね。これの Mac 版みたいな感じをね見つけたので、まあ、これで一応測ってみました。これで何がわかるのかっていうとですね、左側が読み込み速度、こっち側がリードって書いてるのがね読み込み速度、そしてこちらライトって書いてるのがね書き込み速度を表しているそうです。あと上2つが連続したデータをずっとね計算させて、下2つは不規則なデータをね計算させてるみたいです。データ見るのは最上段と最下段だけで OK って書いてますね。最上段はデータ転送速度の最大値になるそうです。最下段データ転送速度の最小値になりますね。一番上から見ていきましょう。これデータ転送速度の最大値になります。なので大きければ大きいほどいいんだと思います。こちら Windows の方が 3619.60、 こっち、3503、これは、読み込める最大値になります。たくさん読み込めるの方がね多分能力的には高いんだと思います。はい、こちら書き込み速度、こっち2446が3651ポイントになっています。あと一番下を見とけばいいでね、これ最小値となっていますね。最小値も多分大きい方がいいんでしょうね。はい、これも、Windows は 40.66 がこっち 63.40、 はい、これ書き込み最小値 99.07、 37.45 なので、まあ、どっちも一長一短ありそうですね。まあ、だから何なんだってちょっと言われるかもしれませんが、まあ、詳しい人はねこれ見たらまあ大体わかるんじゃないでしょうか。僕これ測ったの初めてで、他のコンピューターがねどれぐらいの値なのか本当に詳しくないのでわかんないんですけども、何かの、比較の参考にしていただければと思います。ただまあ見た感じだとね、まあ、そんなにね著しく変わってると感じがしないので、まあこの数日間しかまだ触ってないんですけども、同じスペックなので、まあ、そんな違いはないと思います。とりあえずこのベンチマークっていうのをね、測ってみました。何かの参考になれば幸いです。はい、それではパソコンのベンチマークは以上になります。後ほど M1MacBook Air と新しく買った M3MacBook Air で 4K 動画の書き出しスピード対決した動画もアップする予定なので、 MacBook に興味のある方は時々このチャンネルを覗いてみてください。今回の動画が参考になった方はぜひいいねボタンもよろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。